福岡ソフトバンクホークス対横浜 DeNA ベイスターズのゲームを、バッターボックスには坂本が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面、まあ、ここで繋いで1点でも多く得点しておきたいですね。センターへワンバウンドヒットになった、ホームへ、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、ホークス追加点4対0、リードを4点に広げました。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。てますけど、どんどん点を取りに行く姿勢で行ってほしいですね。アウトコース打ちました。取った。一塁送球。アウト。スタンドのファンも沸いています。バッターボックス上林。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうです。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。